プログレス M-64 は、ロシア連邦が国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げた、プログレス補給船。NASA では、プログレス29、29P などと呼ぶ。プログレス M 型であり、シリアル番号は364パンだった。2008年5月14日の20時22分に、バイコヌール宇宙基地15からソユーズ U で打ち上げられた。 クルスドッキングシステムの影響で予定より2分間遅れて、同年5月16日21時39分にザーリアのナディアポートにドッキングした。同年9月1日の19時46分のドッキング解除後、プラズマプログレス計画の自由飛行実験に1週間使用された。9月8日に起動離脱し、20時47分に、 太平洋上の大気圏で燃え尽きる予定であったが、いくつかの破片が21時33分に太平洋上に落ちている。プログレス M-64 は ISSA の補給品2 1 1 2ラムを積んでいた。このうち1 2 9 2ラムはドライカーゴで食料品、科学研究用の装置。 セルゲイ・アレクサンドロビチ・ボルコフ用のソコルキロボルト -2 宇宙服の交換品などであった。また、MRM-2 を取り付けるためのズベズダのゼニスポート用ドッキングターゲットも積んでいた。加えて、ドライカーゴには、ISS のリブースト用、燃料 1230kg、船内の空気用に、酸素 29kg と空気 21kg、 水 420kg が積まれていた。ありがとうございます。